これ。皆さんこんにちは、エアンドジャパンの浜川です。今回はスープドライブ。なんだそれっていう風に聞く方も多いかなと思うんですけど、回転がかかってないドライブです。ぜひね、ちょっと興味ある方は最後まで見ていただけたらなという風には思います。これも前提ね。まずドライブがかけれるという前提。これで、ね、よく使うところとしては、一番多かったのがカット打ちをするときですね。カットマンに対して、ループドライブの感じで、ラックル系のドライブを上げること、打つことによって、カットマンがカットしたときにネットに落とす。得点を取るっていうよりも、回転をかかったドライブを活かしていくための見せ玉として考えてください。いや、これを多用しすぎたら、今度逆に狙われちゃうんで。あまり威力のあるボールじゃないんで。で、どういう風な打ち方をするのかってなったら、ドライブは通常ね、真後ろを当てて、ボールの横をする。ボールを長く当てて回転をかける打ち方なんですけど、スープドライブっていうのはどっちかといえば角度打ちなので、同じような打ち方をするんですけど、どちらかというとパンって弾くような感じ。大事なのは、ボールの飛び方。回転かかってるドライブと一緒のように飛ばしてほしいんですよ。顔とかでも騙してもらってもいいし、うわって言って声を出してもらってもいいし、要は、かけましたよっていう風に見せるのが大事。角度打ちで打ち終わった後のフォロースを一緒にする。で、飛び方をできるだけ一緒に見せるっていうのが、すごい大事になってきます。で、三つ目、でもそれ、角度打ちしてたらやっぱバレちゃうんですっていうところの人としては、3割ぐらい。ちょっと回転かけるドライブっていうのも足してたんです。ループドライブとの落差をつけるため、格差をつけるための技術として僕は認識してたので、ラックルだったら結局全身回転がほぼゼロなんで、もちろんギャップは激しいんですけど、打ち方の軌道が違うんで、やっぱバレやすい。だったら同じ回転かける回転量の、ここも落差は少ないけど、相手にバレにくく、同じようなスイングで、厚く当てるのか、薄く当てるのかで、もしかしたら回転量を変えれるかもしれないし、持ってる時間を短くするのか長くするのかで、回転量を変えれるかもしれないし、そこはもう皆さんがやりやすいようにでいいんですけど、自分がかけれるところを上に見せるために下のボールっていうのを持っとくっていうのはすごい大事なので、ぜひ参考にしてもらえたら。っていうこれこれがスープドライブ。なるほど。ちょっとだけ回転はかかってる。うん、いや、かかってない、かかってない。ほぼ角度打ち。もっと角度打ちにするんだったら、これよ。もう打球点早い。これ。じゃあ、ライジングでパパンって合わせた方がやりやすい。ライジングで合わせたけど結構かかってた。いや、それはかかってるんじゃなくて、ナックルがあるから、そんなかかってないなと思って、ブロックするから、飛んでいく。最終的にはやっぱ一番自分が得意な回転量の高いドライブを決定打にしていくための見せ玉の一つとして、スープドライブっていうのがあって、できたらすごく強みになるので、ぜひ皆さんチャレンジしてもらえたら。最後までご視聴いただきありがとうございました。飛ぶのに回転がかかるっていうところで、とても安心して使いやすいラバーです。